花見も終わったことですし、じゃあもういよいよ持ってってことになりますね。マジか。間に合わそう。いいよ、食べて。みさや、未練を持ってちょこちょこ食ってるの。今度こそ終わってしまいますね。マジで終わっちゃう。うん、まあ旅行には行くから完全終了ってわけじゃないか。そうそうそう、あくまでも普通の活動が終了。しばらく決まらんな。うん、しゃあない。有給消化するか。有給消化、まあ普通には俺も相手遊びに行くから、まあそれ動画を撮らないってだけだからね。動画は有給にするか。よか、有給貯めといて旅行の時使うっていう。なんか思い返しありますか。レジェンドラストが終わっちゃいますもん。レジェンドラスト終わりといえばもう全体的なね、早かったような、短かったような、長かったような、遅かったような。おいしい。こんな時でもうまいハンバーグは。なんか言いたいことは。お疲れ様でした。はい、振り返ってどうですか。振り返りきれない。振り返りきれない。動画見てください。多分ね、就職してからさ、うん、動画見返そうと思って、多分 2,3 ヶ月分有給使ったとしても多分見終わらないと思う。うん、まあさ、もう当時の目的がさ、10年後酒のつまみ見たいからってわけであってさ、もう溜まったからさ、ストックが、うん、もう酒のつまみどこじゃねえ、うん、酒がつまみなんだね。最後に一言いただけますか。最後に一言いただけますか。いやー、まあレジェラス終わっちゃうんだ、うん、まあ、頑張ってきて。うん、まあ、レジラスでね、もうね、もうほんと最後の最後だよって言ってますからね。そう、レジラスが終わっちゃうからね。うん、まあ、全体的にお疲れ様でした。はい、お疲れ様です。俺も一言言っていいですか。ハンバーグ食ってみましょう。ちょっと。あ、食べない、食べない食べない、置いとく、置いといた。最後は閉まらない、欲しくなった。そういうのが俺だから、閉めない。終わりますね、もう早いもんで。最後にね、石間にでも会えたから ね、それでまあ旅行の時は石間来てくれると思ってね、あのまあ最後に4人揃ったからいいんじゃないかなっていう。まあ切りはよく思います。あとはまあ旅行3回ぐらい行くと思うんで、私お楽しみくださいませ。満開編みたいなね。はい、そうですね。でも乗りは変わんないよ。旅行行っても乗りは変わんない。旅行行っても乗りは変わんない。上がるよ、むしろ上がる。旅行だったね、やっぱね。ふーってなに、うん、常にうまいよ。うまくね、普通に。そうだな。ありがとうございます。まあ充実した日々でした。皆さんも今までのご愛顧ありがとうございます。はい、まあこれが最後ってわけじゃないんで、まあとりあえずここはこれで終わらせていただきます。今までありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ごめん、すいません。ありがとうございます。ありがとうございました。ではレジェンドブラスト10シーズンも
全体的に終わらせていただきます。全体的にも終わらせていただきます。今までありがとうございました。以上、 See you next time tomorrow。 いや、これも通常時は最後になるんだな。終わりです。いや。ちょっと待った、ちょっと待った。え、どうした？え、終わったんじゃないの？終わるんじゃないの？ちょっと待ってほしいんだ、説明したいことがある。青試合レジェンドブラスト真相について言ってないことがありました。なんすか？言ってないことが、まず一つ目が説明ですね。本日一応4月1日となっておるんですが、皆さん、エイプリルフールってご存知でしょうか？あれ、嘘ついちゃダメな日でしょ。え、逆だね。まあ、あれですね、嘘ついてみたいな。はい、1年で一度、まあ、嘘をついていい日、俺ら行事でやってませんね、一回も。今日、まあ、4月1日なのにエイプリルフールとなっております。で、まあ、ことを頭に入れといてください。あとは、10シーズンの就活やってましたけど、就活の各1日目、その日の一番最初のタイトル、動画のタイトルを就活天の弱にしてるんですね。就活天の弱、天の弱ですね。天の弱の説明ですね。漢字に書くと、まあ、こんなんです。天の弱です。皆さんご存知の通り、ひねくれ者やら嘘つきやら、まあ、思ったことの逆のことを言うっていう、まあ、そんなイメージがあると思います。まあ、本心では思ってないけど違うこと言っちゃうとか、ひねくれてるみたいなイメージがあると思います。で、まあ、皆さんの思った通りの感じだと、まあ、就活のひねくれ者、就活のひねくれ者みたいなタイトルなんだろう、違うんですよね。まあ、10シーズンが終わることに対しての、まあ、天の弱だったらどうなんだって、就活のひねくれ者って、まあ、それでも一応ね、合致してる。就活に対してちょっと動画を撮って反乱しようみたいな感じのイメージはあるんだけど、じゃなくて、10シーズンが終わることに対しての天の弱だったら、まあ、無弱さっきの説明通り。まあ、次ですね。これがまあ最後の説明なんですけど、まあ、10シーズン、そもそも、サンキュー、テンキュー、テンとかけてます。テンとかけてテンキュー、いや、ありがとう。ありがとうじゃないんだな、意味が。だって表記こっちじゃないでしょ、こっちじゃないでしょ、こっちじゃなくてこっちでしょ。 TH、 ここが T がね、小文字になっててね、わざと TH で一括り、 ANK でカッコで一括り、あと U です。 U じゃないです、 U です、あなたじゃない、 U です。まずじゃあ説明していきましょう。ここから順、これこうこうこう順番でいきます。 OK ですね。まず普通に単純にいきましょう。まあ、今まで皆さん、あの7シーズンとか8シーズンで9シーズン見ていただけたんで分かると思うんですけど、まず TH、 数号ですね、数号を表した、まあ、丸々 TH とか、まあ、こんな感じですね。ここに数字9とかね、8とかいって、まあ、これかけて、まあ、これもそもそもかけてました、天球と、まあ、天であり、これもついてるからちょうどいいわみたいな。次は、まあ、TH は分かっていただいたということでね、次、U ですね。まあ、俺ら腐っても商業学部、商業科だったんでね。まあ、経済用語の公用です。公用っていうのはですね、まあ、全体的に大きな出来事が起きた時の満足度を測ります。まあ、何か事件とか、大きな会社の変革があった時に、まあ、満足度、どんな、その、例えば社内満足度であったり、お客の顧客満足度であったり、まあ、いろんなところで、そう、上限がするっていう、まあ、満足度によって変わる数字ですね。まあ、満足度は聞いたことあるよね、はい、まあ、そんな感じですね。じゃあですよ、 TH か U 分かりました、 TH か U 分かりました、 ANK ってなんだ、もう一回振り返りますね。まあ、これはまあ数号っていうのが分かりました。これは満足度、満足度によって数字が変わるよっていうのが分かりました。ってことは U がこっちに来て、これはまあ数号を表すから満足度によって変わる数字なんだ。点じゃなくて満足度によってなんか何やら8やら変わるんだみたいな、上下すんだみたいな、はあ、まあ不確定多数の数字みたいな感じですね。なんだこいつ、こいつなんだっつ、ANK なんだっつ、吉田何言ってんだっつ、そんなこと
ミスにかかってはいるようですかね。読み方が違うんだよね。ANK ですね。ANK、まあ大文字に書いてエジプトのアンクと呼びます。まあアンクと呼んで、これですね。これ遊戯王とか見ていただければわかんないですけど。あとなんかエジプトのね、スタンカーメンとか首飾りとかかけてるやつね。あのなんかエジプト十字っていうやつ。こう上が円になって十字架です。ね、まあこれマークのことをアンクって言うんですけど、まあ、生命を意味します。命ですね。で、蘇りの力がある。一回死んでも蘇るんですよ。あれ？ってなって、もうじゃあもう一回全部振り返りますよ。え？エイプリルフールは嘘をついていい日です。一年に一度。まあ、嘘を俺らは一回嘘をついていいわけですよ。なるほど。そうかそうか。就活アマナジュ。俺らひねくれ者で、かつ天シーズンが終わることに対してのアマヌジャクなんですよ。まあ嘘つき、逆のことを言う、思ったことと。で、天球の意味が違くて、まあ数字は不確定多数で、天で終わらないかもしれないし、終わるかもしれない。しかも一回死んだら蘇る。蘇りますからね、これ、うん、例のカードっていうわけでして、ということは、うん、何が言いたいかと言いますと、仕方がないな。最後のページを見せてきたか。まあ、まあまあ要はですね、最後まとめますね。皆さんなんかピンときてない方もいるかもしれないんで、まあつまりアホ死体は点点点終わらねえ終わらねえ、ね、終わらねえ。次回、うん、アホ死体ジエンド、よろしくね。世界各国から今批判が批判が止まらねえ。どういうこと？おいクソ野郎、言ってること違うぞ。お前ネガポジンときと一緒だ。行ってらっしゃる。あの時は俺の都合によってわるわる詐欺を行いました。今回は理屈を用意しました。ちゃんとフラグ振っときましたんで。ずっと前が考えてましたから。もしかして若い人いたらね、うん、分かったかもしれない、うん、こいつは終わんねえなって言って、うん、そうそうそう。そもそも9シーズンのタイトルあって9ライブズで訳するとしぶとく生き残るらしい。ちゃんと何っいっぱいいっぱい降っちゃうからね。しかも一回もあの A 長プロジェクトが終わるとは言ってないね。アホ死体レジェンドブラストが終わる、全体的に終わる。アホ死体レジェンドブラストが全体的に終わる。天はキリがいいからね。そう、天はキリがいいからレジェンドブラストを終わらす。ただ G エンド入ったら、まあ、これは補足的な感じで言うけど、あのキリよく終わんない可能性もある。そうだね。そこはちょっと今度こそ終わり。時期的にね。絶対終わんねえだろうとか思ってだろうけど、時期的に大学終わったら終わりだから、だからもうちょっと続くよと思えば、あとちょうど1年度続くよ。そうそう、大学終わったらさすがに冗談抜きで、うん、続けたとしてもうほんと月1か半年に1回とかなっちゃう。そう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 、続けたとしてね。うん、だからまあそこは一足切り役を終わらすとして、とりあえずまあレジラスが終わったけどジェンドは始まるよっていう話ですね。ほい、はい。あ、皆さん、批判不満やらは YouTube コメント欄および Facebook でお答えしますので、こちらにどうぞご気軽に批判を送ってください。批判しつつできればチャンネル登録して。クソ野郎がってめちゃめちゃ登録して、あの画面から。クソ野郎と思ったら画面の向こうのあなたたち、クソ野郎と頭で思うにつき一回チャンネル登録ボタンポチッと押してください。あといいねも押してください。悪いねも押していいけどチャンネル登録してからね。うん、続きます。まあ、詳しいことはコ
このさらに次の動画で説明するので、とりあえずこれ続くという形で、でジューラスが終わったけど続くよっていう、まあ、最後言うと伝説の終わりっていうタイトルじゃないですか、レジェンドブラスト終わったとは言ってないからもうね言い訳にしか過ぎない気がするけど違うんですよ。伝説の終わり、終わりが近いよーって近いよーって言った気だから、ジエンドっつってちゃんと次終わるから。ジエンドね、エチオプロジェクト終わんなかったらもうぶっただけでいいよしだ。ここはね。ということです。じゃあ次の企画に行ってみましょう。